しかし、どの世論調査を見ても圧倒的多数の人々は安倍政権のやり方に反対しています。憲法9条の改正にも反対です。多くの人々が共に立ち上がり声を上げれば安倍政権の暴走を止めることは可能です。私たちはこれから戦争法案を阻止するために全力で頑張っていきます。6月14日、24日には国会包囲行動を予定しています。